まあ、パコっちゃった。うん。オフパコキルしたわ、アルマに。オフパコキル。過剰に意識しちゃうから、僕。お尻からもうちょっと意識し始めちゃう。ウォシュレットの話してましたもんね。もうウォシュレットもちょっとエロい。エロい？おい。おい！マジかよ！まあ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 。もう僕は、僕のスタイルを貫くよ。あ、タロちゃん？あ、これ、それやる？それやる？あ、いいよ。僕動かないよ。ああ、怖え。はしご登る音が全然序盤聞こえなかった。裏切られたわ。慎太郎に裏切られた。いや、僕とプテラさんしか宿舎前いなくて、一緒に弁当で遊んだんですけど、誰も上がってなかったんで。そうそう、僕だけは貫いて最後まで弁当の上にいました。ラリンナ、ロラシュ。プテラがいなかったら、それは誰も上がらないだろう。なんかいいのか。そこ一郎もしかいろうだ。宿舎前2人で2人で弁当の上遊んでたらそれは誰もあげない。エンジンから押しに来るものがいると思ったんだけど誰もいなかったんで。そう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 、裏切られた。僕は貫いてその場に居続けるって怖くね。僕は2人で一緒にいたかったけどね、慎太郎と。いやーってプラさんインポスターだったら殺されたら嫌なんで。そんなわけないじゃない。あれ1票しか入ってない。そのくちばしが俺の票をつついているぞ。あーおもろいな。はいはいはい。んだ、全然タスクうまくいかねえな、ここ。もう40秒ぐらいここで過ごしてやろう。いつまでやってんですか。全然うまくいかねえ。給油までやっちゃうから殺そう。なんなら殺そう。うわ、あれ、あれは結構絞れますね。はいはい。絞れるというか、先端さんをカメラでエンジンの配線のとこにいる先端さんと、そこをうろつく慎太郎さんを見てます。ほう。で、アルマさんは、停電前にエレキから診察に抜けてます。僕が出せるのは、あとサントスさんがアーカイブにいた、あと竹オラが一緒にエンジン右に行った、以上です。隠しろ出せます。夏目とサントスさんはお互い視点隠しろだと思うんですけど、どうですか。え、夏目先生どこ行ったの。シャワーで、シャワーの扉、シャワーとアーカイブの間の扉ですれ違いましたよ。あ、私。で、その後に、サントスさん、右に行ったんじゃないですか。いや、本意で夢中、ずっとアーカイブいた。ずっとアーカイブ。あ、オッケーです。アーカイブの左の、扉開けて自分、あ、でも開いてた。あ、でも開いてた、開いてた。他の開けた人が名乗りない。停電直したの誰、どこで。停電直したのは。夏目じゃないですね。じゃあ、ルマさんじゃないですか。あ、ごめん、停電直したの俺が展望レキで直してます、慎太郎が。あ、慎太郎で、さっきの藤宮くんの証言なんだけど、僕、停電中だから誰の姿も見てないですね。あ、まあ、そうですね、停電中っすね。僕、先端さんを見てて、僕、キッチン脇で、その後、武器庫、通信室あたりで停電が鳴って、その時に、あ、じゃあ、コックピットに入ってたんや、僕。で、その時に停電が鳴って、先端さんがコックピットに入っていきました。でその後に慎太郎さんが武器庫に入っていったんで、慎太郎さんの弁当キルは全然できる位置かなと。でもその後竹浦って合流してエンジン右行きました。いや、僕停電中だったんで見えてない。あ、そうですね、停電中か。停電中は僕金庫行ってる、一応僕展望で停電直した後にセキュリティで藤宮くん確認してるんで、あと藤宮くんのカメラ情報も正しいから俺がエンジンに行ったことは合ってるんで、藤宮くんはなさそうと思う。慎太郎視点でその誰が怪しいんですか。僕目線は、オラフ君か、あと分かんない、状況がまだ分かってないから。あとは、サキオスさんの方が先に通過したのかな。いやー、僕がね、慎太郎視点で怪しくなっちゃうんですよね。僕は、最後、メインなんですよね。うん、そう、だから、慎太郎視点で、まあ、怪しくなっちゃうかもしれん。貨物から湧いてメインに行ってます。下からメインに行ってる。てかさ、なんで情報を出す前に慎太郎さん視点の話を聞いたの。あー、押せたかな。押せてないかも。あら。ピンチ。まあ、もう一回ボタン押しましょう。はい、頼む。
いやー、慎太郎をロラしたくなくて僕も容疑者に入りたかったけど。よし、まあ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 。あー、マジか、ミスったな。すみません、動けました。おい、はい、プテレに聞きたいんだけどさ、うん、あのプテラ高橋さん何もコードケール言ってなかったじゃないですか。そうそうそう、そうなので、はいはいはい、で慎太郎さんにあれを聞いて何があるんですか。だって慎太郎さん目線でプテラ高橋が怪しいって自分で分かりながら慎太郎さんにが情報を出す前に慎太郎さんに聞くの、いや、おかしくないでしょ。だって僕は黒じゃなくて慎太郎視点で、まあ一応ね、僕先言った方が良かったかもしれないけど、僕は自分視点で黒じゃなくて慎太郎視点で、まあ慎太郎が黒じゃなかった時に誰なのかを聞きたくて言ったのね。僕は貨物で湧いて診察室を通って電気メインっていう風に言ってるのね。で、なんかアルマくんがその左の右の方向に行ってるのを見たって言ってたけど、僕が抜けた後に多分アルマくんは行ってるからそれは分からなくて、それを慎太郎さんに言わないと慎太郎さんは現状わかんない。いや、まあそれは僕が後で出せばよくない、別に。まあ慎太郎、まあ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 、ひとまずセンターさんキルの方が詰めれると思うから、うん、藤宮くんってセンターさんどこまで確認してます？僕はまあ切り替えたら一緒なんで、エンジンの配線やってるセンターさんと慎太郎さんが、その後じゃないですか。その後センターさんそこでクッピッと行って、あ、どうぞ。そこで停電が起きてます、そのタイミングね。はい、先にオラフ君と竹雄さんがエンジンの真ん中ら辺いるのを見て切り替えていって、サントスさんがアーカイブ人の確認でまた切り替えた時に、先端慎太郎を見たんで、あ、そういうそれが何番の何秒前ぐらい、うん、ああ、何秒前だろう、時間は分かんないですね。でもその後に停電直して席まで行ってるから結構前なんじゃない。俺先端とエンジンルームで別れてからミーティングルームでタスクやってからボタン押してます。だから結構経ってると思うよ。うん、少なくても15秒は経ってると思う。竹雄さんとオラフ君の最終位置ってどこですか。僕エレキかな、診察入るところで多分終わってます。はい、竹雄さんは僕は宿舎前通路から金庫に入るときにカメラがついてるのを確認して、1個タスク終わって宿舎前通路に行ったときにボタンが鳴りました。寺尾さんは厳しい、なんか慎太郎オラフのどっちかにはいそうな気は。うん、僕目線もオラフ君かプテラスさんぐらいかなと思ってるんで、まあ、まあ、正直浮いてるし僕は容疑者入っちゃうと思う。いや、様子が分かんないからちょっと切る、あの、切らない方がいい。ふぅー、危ないね。僕が容疑者だからサンロラはさすがにないよね。うん、ふぅー、あ、なんかアルマの免れた、アルマのやつ免れたぞ。はあ、紙一重だ、紙一重だ。よいしょ、時間を稼ごう。停電、勝負の弁当だ。複数人で見てるのはやめてくれよ。行くぜ、3、2、1、レッツゴー。いない、誰もいない、ならばここまでで宿舎ミーティング押しに来たやつを殺す。うわあ、全部噛み合わない。ライボー、おお、ナイス。はい、まあ先端さんキルに関しては慎太郎さんか僕か竹雄さんの、うん、まあでも竹雄さんってあるの。え、いや、金庫で弁当から行ってる視線は、うん、まあ、カメラに見られてないから。で、まあ本当にその夏目さんとピットでしたいってことでいいのかな。いや、わかんないです。ていうか、なんか停電直ってから10秒ぐらい経ってませんでした、ボタン。あん、多分経ってるよ。俺がテンボール直して、そこからセキュリティに行くまでの時間があったんで、うん、しばらくあったよね。10秒ぐらいはあると思う。むしろ僕、アルマさんの方が、サントス、ナツメがお互いに白を出せるのであれば、まあ僕が停電前にエレキから右に行くのを見てるんで、うん、使われたのがプテハシさんと、まあオラフ君ぐらいですか。あ、エレキから右か。あ、そっちか、ごめん。まあ僕って結構浮いちゃってるんだよね。てか、サントスさんって白を出るのか、それで、ナツメさん視点。見た時系列によるけど、うん、てかでも私かな、夏目先生がそっちに行くならプテさんとオラフ君のどっちかに視認されてないと変かなと思って、だいぶ時間が経ってるってことなんで、うん、上までアルマさんは結構、うん、そう進んでてもおかしくないくないって思ったけど、まあそこがお互い白なら
まあプテオラのどっちかかな。まあ確かに、まあ、なんかプテさんとメインではすれ違ってないですね。ルートとしてはエンジンメインエレキで診察の方で終わってるんですけど、その間にそうだね、僕もオラフくんは見てないから、まあ、うん、自分視点だとオラフくんかな。慎太郎ちょどっちのキルもオラフくんはワンチャン関われる位置だったから、なんかそうですね、まあエレキで視認されなきゃない、カメラでどっちも視認されてる中で慎太郎やらないから、僕は普通の方が怪しいと思って、うん、情報の出し方が白いんだよね、うん、オラフ君が、うん、いつ助け合ってんのっていうぐらい結構移動してると思うんだよね。そんなことなくない、貨物、診察、エレキ、メインですよ。キッチン脇じゃなかったっけあの時。いやいやいや、貨物貨物、釣らないですか、釣らないんですか、藤宮が釣りたいところ釣ればいいんじゃないですか。釣らないでほしいですね、だけ1人だけ釣りたいぐらい。僕単釣りだったらスキップ入れてほしいけどな。で3単釣りもしくはスキップ。いやだって慎太郎がキルできる可能性があって、もう一人の容疑者がオラフ君の全然可能性があるんだったら、オラフ慎太郎も全然あるんだから、僕はスキップ入れてほしい。慎太郎君ってプテアさんのことどう見てんの。疑ってます。あーえー、じゃあ、まあ、ルームでも残されてもまあまあここで釣る8人だったらまあしょうがないか。うん、2ロいます。めっちゃ泣いてる。4ポス。なんでしのいだでしょ今。まあ言い分はどうだ相方は。相方って言ってるし。頑張れ、走り続けろ。バコ走。お前ならいける。またバコっちゃった。うん、オフパコキルしたわアルマに。オフパコキル。しかも金庫の前で、金の前で、そう、金に目がくらんでたからアルマがそこを後ろからちょっと手が震えて、後ろからね、パコパパコパコ下ネタまみ。あ、パコル君が直してる。パコル君がいい。パコル君、パコル君、パコ太郎は、パコ太郎。マジで申し訳ねえ。あら、あ、藤宮さん、さっき証拠宿舎前で見ましたよ。ほう、宿舎前で見て、リアクターが鳴って、僕はヌーンで右に行って直してるんで、10秒前ぐらいに見ました。でもいなかったよ。左私直してそのままボタンを押してるから。多分左直してる人が死人できてるはずだと思うんだけど、6秒前には死んでました。どうですか、で、テラゾーン夏目だけは無理だと思うんですよ。うん、はい。エレクトリカルいました。夏目からも言えます。あ、慎太郎最後セキュリティいるけど、夏目先生見えてる。いや、わかんない。見えてないか。ないあれってか、あ、夏目先生って右直してないんだ。右直したの僕ですよ。オラフ君か。あ、てか、はい、もう、だってこの段階で、武雄さんとテラゾーンさんと夏目とサンドさん隠しろだから、整理する必要がないよ。うん、あ、じゃあ、オラフ慎太郎ローラーするであれば、僕目線ってオラフプテラで終わる可能性が高いから、うん、でかつ俺今回ってほぼほぼ下側にしか行ってないんで、オラフ君の証言が正しいんだったら俺がキルに関与できないかな。てか、あーてか、まあ慎太郎とかプテザープテ慎太郎が一番パターンとしては、あ、一応ね、僕の今回の経路って湧いたのどこ、メインか、メインで湧いて、そこから電気降りてセキュリティ行ってキッチンいて、またセキュリティ戻って夏目先生確認してるって感じなんで、これボット3なんで、サントスさんは白になるんですか。そう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 、サントスさん初手のキル、初手ダブルキルでサントスさん弾けてて、で今回武雄さんと寺蔵さんと夏目でここ3人が弾けているから、ま、もう進行的にそれ絶対なの。え、アルマくんのキルに関われたりとかしない。ニロ、そうですね、先端さんじゃなくてアルマさんのキルはニロケアはしてないのっていうか、今は入れといた方がいいと思うんだけど、僕はサントスさんが今のキルは結構あると思ってんだけど、ミーティングでキルすることは僕サントスさんは絶対無理ですよ、うん、右側だよ、絶対無理じゃない、夏目サントスって。あ、それだったら前提が、まあ、うん、前提が崩れる、うん、くない、今回の前提が崩れるのかっていう、初手もプテさんで確定っていう考え、ほら、まあこの進行取るんだったらもうプテさん確定で、うん、俺とオラフのローラー車だダメなの、
そう。え、で、ありだとドラする。え、進行おかしくない？ボタン押する。さて、進行がおかしいぞ。なんだ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 。もうまるでプタヤスさんが確定でもうおかしいだろ。まあしょうがないっす、ね。おかしいだろ、僕黒じゃないのに。ですからね。普段のお金が。押せ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 。持ってるからな、男の敵だからな。男の敵。パコミヤじゃねえや、藤宮さんはどこに。僕はパコシにやられました。パコ太郎。パコ太郎にどこでやられたの？金庫で。あ、パコシっすね。タコのパコマは。いや、ああ、ひどい。地獄みてえな霊界だ。ちょっと、僕、僕下ネタとかで、ダメなんで。下ネタじゃないですよ、別に。あ、下ネタじゃないですか、これ。パコって。理解できる時点でもう。そう、下ネタって言ってる方がむしろ卑猥まである。うん。ちょっと過剰に意識しちゃうから、僕。お尻からもうちょっと意識し始めちゃう。なんかウォシュレットの話してましたもんね。もうウォシュレットもちょっとエロい。え？おい。ちょっとあと展望。これはさすがに。うん。一応落ちてる。あとタスク落ちてると。はい。二郎ケアしたとしてもどの道じゃないですか。夏目サントスはもう弾けてるって認識で大丈夫だった。所定のキル。じゃあ。とりあえずニロは定されたと思うので、夏目サントスは白お互いに白出してるんだもんね。じゃあアルバキル無理なんでしょ。うん、両キルとも隠しろなんで。アルマさんの最終目撃って藤宮さんのエリキバイタルの方に行くって話だったっけ。うん、うん、まあ僕はもうタスク一歩っていうことぐらいですね。まあ全然釣ってもらってもいいです。もう一度落ちてると思うんで。はい。まあ、だからこれ要するにそのプテラさんで落ちてることが確定したから、何が確かかっていうと藤宮くんキルをしたインポスターが絶対残ってるから、うん、そうだから藤宮くんがメインからなんで確定しちゃうの。そうやってすぐことから左側の方に行ってると思うんだよね。うんうん、だからその後で僕すれ違ったのがエレキで夏目先生と寺蔵にすれ違ったから、そこは白は出せるんだよ。うんうん、慎太郎さんじゃないだって、オラフ君右でしょ。で、私は位置的な怪しいけど、前の時で弾けてるから、うん、で慎太郎さんがだって、夏目先生が、はい、セキュリティに来たっていうの言う前に言ってない言えてない慎太郎さん視点。ああ、まあ一応言ったつもりだけど、俺は最後ね、キッチンから席に入るときに夏目先生確認したっていうのと、あと、所定エレキに下ったのを竹尾さんあたりが見てない。あ、弁当あるか。メインで一緒に湧いたけど。ちょっと行ったのは見てないけど、確かにいなくなってたとは思うけど。てか、出典の表推理が左慎太郎さん、右プテさんかなと思うんだけど。あ、僕はね、左側がオラフ君で右側がプテラさんと思ってるから、出典はね。え、だからどの道慎太郎オラフのロラで。あ、そうそう、だから僕はロラ提案を結構前からしてるんだけど、オラフ君に票が集まれそうでなかったからスキップでしちゃった、さっきは。私、一貫してオラフ君は疑ってなくて、慎太郎さんに入り続けてます、基本は。オラフ君が白い理由は何でしょうか、はい、情報の出し方。あら、出し方。まあでも、タスクでもいいかなと思います。タスクで頑張ろうかなって思ってパスしちゃった。だから別になんか自信があるわけじゃないです。ロラができればいいかなと思ってるだけなんで。粘るねえ。粘太郎。粘太郎ね、粘る慎太郎。てかちょっとさすがに気持ち悪かったっさっき。ちょっと待って、どれがウォシュレットがエロいわちょっと。マジでわかんない。なんでさ、それをわざわざ引っ張り出してさ。ウォシュレットがどういうこと。センターさんもドン引きしてたしな。僕がビシャビシャになったっつって興奮してたってことを思っ て, てえ先端がビショビショちょっとね、熱い、熱いね、うん、個人的には熱い、うん、熱い。もうさもうなんか無茶ぶりとか振られるとさ返したくなっちゃうのね僕。慎太郎さんだからもうなんか欲しがられたら全部いっちゃうからさ、もうなんかどんどんキャラがおかしくなってるわ。あ、じゃあテラゾー白は出せるんだけど、うん、うん、
センタンがなんか今欲しがってたからさ、じゃあもうあれはセンタロウさん興奮しますって言うしかないのね。レポートですよ。レポートどこ？下ネタとか無理なのにさ、はい、はあ、キッチンもう、うん、サントさんも無理かな。身を滅ぼす思いで僕は先端のね、セキュリティに最後いるの見てるからな俺。先端に、まあ、花を持たせてる。はい、ちなみに慎太郎はねずっともうタスク終わってるんで米サボ来るの待ってました、通信室の中で。まあ、ただ来なかったんで浮いています。で僕もね、オラフ君死んで今パニックってるんで正直わかんないけど、ただプテさんで落ちてるから、まあ俺釣ってタスク勝ち狙ってもいいし。タスクは釣ったら無理だと思うけど、釣らなくてもちょっと厳しいかなと思う。頑張れ慎太郎、5人だったらひっくり返ることあるぞ。まあまあ残ってる。えめちゃくちゃ時間あったと思うけど、私は終わる、私は終わります。俺も終わってるし、だから竹雄さん棒立ちしてなかったエンジンルームで。えできる終わってるものかと。竹雄ってどこ行った？どこ行った？あのエレクトリカルから診察でアップロードじゃなくてダウンロードしたでしょ、テラゾーが。あー、うん、で僕は貨物行って覚えゲーの方行ったから。あれなんかバイタルでさ、テラゾーさんと夏目先生とさ竹雄さん3人で白取り合った時ってさ絶対大丈夫なんだよね、あの時は。うん、無理だと思います。まあ、レポはなんですよ、無理です。まあ、でもそれ確認すると私が終わんなかったら私インポスターになっちゃう。まあ俺残されてもすられたら負けるから、タスク勝ちがないんだったらなおさら釣ってほしいと思うけど、その3人白取り合ったらなんだ、取り合ってじゃないと俺負けるやつ。頑張ったね。終わんなかったらサントスさんしかない。あ、そうなの。じゃあ他の釣り切ってください、ボタンで。うん、音ないでしょ。ういー、ナイスジェジェ。何の見落としあるんだろうと思ってドキドキした。いや、村視点夏目サントスの二郎もまあなくはなかったし、 サントスさん視点で夏目さんを死人できてないって言ったから、ちょっとそこが確定になった。あ、だけど扉が開いてる動向の話はどこ行ったの？扉が開いてるんだったらサントスさんはできないですって言ってて、それが出てないし、藤宮さんがアーカイブで見てるんだったら、唯一あるのはアルマさんがそのアーカイブまで来て左のドアを開けてたっていうパターンだけだったけど、唯一あったけど、まあ、あんま追ってなかったです。ナイス、ナイス。この二郎でダブルキルが不可能ですよ。うん、うんうん、無理無理、うん、無理でしょ。ここは無理。アーカイブにいるのに、タスクが終わったのにカメラを見るな。うん、両郎じゃないと無理。いやでもね、慎太郎ちゃんが停電乗っ取ってたのは感動したわ。ああ、いやまあ、いけそうだったから。僕は直したんだよね、あれ。ほうほう。でも、貨物で直したって言ったら殺されちゃうと思って。あ、そうっすよね。うん、そう、僕は直したけど、そう、展望で直したことにして、そうそうそう、まあ、あんまり見なかったけど。僕、ラウンジだったからね、最終。うん。なるほど、面白いな。そんな状況が発生してたんだ。そう、最後、終わっちゃってすいませんでした。タスク遅いって言って。タスクないのね、僕。いや、気にしてない。まあ霊界地獄だったんでね、早く終わって釣ってくれてよかった。ピテさんが本当にやばかった、本当にね、言わせるよねみんなでしてね、なんか振ってくるから言うしかないみたいなのあるからな、本当に。え、下ネタしか言わなかった。本当に下ネタが一番苦手だからね。行きましょう、次行きましょう。あ、いい。